はい、ガレージライフの高橋直樹です。去年あるディーラーで不正車検問題という大きい話題が上がりました。その不正車検問題はスピード車検が原因だったんですが、では実際本当にそのスピード車検と言われるものは危険なのか、あとその問題が起こったディーラーで行う車検、そして民間の整備工場で行う車検、さらにユーザー車検、この違いはどこにあるのかをお伝えしていきたいと思います。去年なんですけども、あるディーラーがですね、不正車検問題ということで大きく取り上げられたんですが、その問題となったものがスピード車検が原因だったんですね。スピード車検っていうのはユーザーが待ってる間に最短45分というスピードでですね、ユーザーさんはね、まああんま時間かからないで待ってる間に車検が取れてしまうということで、ありがたいかもしれませんけれども、でこの車検というのはですね、細かい法律があるんですが、それにクリアしないと車検というのは、もちろん通りません。そして、最後にライトの光軸がずれていたとか、あとスピードメーターは正しく作動するのかっていうのをね、ちゃんとした機械で測るわけなんですけれども、そういった検査を例えばしないで車検を通してしまったということが、不正車検にあたります。その問題が起きた時はだいたい6000台の、車検、不正車検が行われていたということなんですけれども、そう聞くとですね、今回その問題が起きたスピード車検と呼ばれるもの、これって本当に危険なのかなと、いうことなんですけれども、これは結構前からあったサービスなんですね。だいたい見るところっていうのは今も昔もですね、そんなに変わってないんですね。増えたといえば最近ではですね、チェックランプがついているかどうか、そういったところの不具合を見るとか、そういうことがあるんですけれども、例えばブレーキが持っていないかとか、あと下回りのですね、いろんなシャフトの型とか、あと足回りの型がないかとか、細かいところまで見るんですけれども、そういうところはですね、実際に変わってないんですね。ただそもそも45分で行うっていうこと自体がですね、注意不足もやっぱり招いてしまう。しかもですよ、最近の車業界よく言われてるのが、整備士さんがちょっと足りない、まあそういう状況に陥っております。しかもまあ大きいメーカーですからね、1日にこなす台数も決まってるわけですよ。そうなるとですよ、時間にも追われてしまうと、でノルマにも追われてしまう、であと時間が来ちゃうからもういいやっていうことで蓋をしてしまう、もしくはさっきも言った最後の検査ですね、ヘッドライトの、高さを合わせるとか、ブレーキの効きですとか、そういったことを省略してしまってしまうと。ディーラーと言いますとね、なんとなくこうやっぱりブランドじゃないですか。それでまず安心感的な、ここに任せようっていうのはあるわけで、そういうところから見るとユーザーさんにとっては安心感あります。ディーラーのメカニックというとなんとなくこう華やかでですね、お客様の対応も良くて、世間で見るとね、結構いいのもらってんじゃないっていうなんかイメージがあるかと思いますが、実はですね、これがそうでもなくて、昔からなんですよこれ。あの整備士さんっていうのはいい待遇ではないんです。まあさっきも言ったようにその給料がちょっと他よりも安いちょっとじゃないな、かなり安くても、まあ車が好きだからそれに携われればいいかなっていうことで携わってるわけですよ皆さん。でもその、利益を確保しなきゃいけないので、その作業の効率化っていうのはね、まあ、仕事もどんどんさばかなきゃいけないし、そういうことでいきますと現場のそういったメカニックさんはかなりの負担を強いられているというのが現状でございます。車自体が高度化してきて、ただその高度化してる車を直すメカニックさんの技じゃないな、もうこれは能力ですよね。そういうのは軽く見られてるとこがあって、すごい技術を持っててね、そういう診断能力もあって、しかも忙しいのになかなか待遇されないというですね、ちょっと悲しい状況があるので、まあそれはね、メカニックが足りなくなるのも、まあそれは当たり前のことですよね。あとそのディーラーさんでよくあるのが、ある程度メカニックとして勤めた後はですね、今度は営業の方に回ってくれと言われたりする場合もあるわけです。まあ昔よりはですね、少なくなってきたようですけども、車を直す仕事に携わりたくて入ってきたのに、なんで営業しなくちゃいけないのってことで、そこで辞めてしまう方もいらっしゃいますから、まあ、どんどんいなくなってしまうわけですよ。そこで出てくるのがですね、民間の整備工場になってきます。ここではまずそういったセールスに回るっていうことが、まず自分で希望を出さない限り
なかったり、そもそもセールスが存在しない民間工場っていうのもございますので、そうするとですね、経験っていうのがどんどん蓄積されていくんですね。で、そういった民間の整備工場さんの方たちっていうのは、例えばディーラーのようにですね、そのメーカーに特化した車だけじゃなくて、ほとんどの車を取り扱いますということで、知識がものすごいんですよね。しかもですね、スピード車検というような、数十分で車検を完成させなさいっていう無理な要求っていうのが、まあ、少ない現場なんですね。まあ、それはね、早いに越したことはないですよ。早いに越したことはないんですけれども、ある程度やっぱしっかりした時間を取ってですね、見るわけですよ。だからといって、じゃあそのディーラーの車検はダメなのっていう話になるかといえば、そうではないんですね。今回問題になったのは、そのスピード車検というものをあまりにも時間に追われすぎたために、しかも人手が足りなかったためにですね、まあ、そういった周りの重圧とかそういうことで起きた問題ですので、それ以外のことであればですよ、そんなにね変わらないわけですよ。中にはなんで予約してこの短時間にできるのにできないのっていう、まあお客さんも中には、うん、まあそれが売りですからね、早くできるっていうのが、まあそれはそうですけども、やっぱりその悪いところがあるっていうのはですね、そのままもし走ったとすればですよ、今後何かが起きる可能性もありますし、そうなってしまうと、もう車っていうのは楽しい安全なものではなくて、ただの狂気になってしまいますから、まあ、そこはですね、そういったあまりにも無謀な早いだけの車検っていうのはやっぱりちょっとうまくなかったのかなということですね。本当にその時間が来てしまえばもうこれは打ち切りですみたいな感じっていうのはやっぱり良くないですよね。あとですね、車検をするにもやっぱりある程度の金額はかかります。まあざっくり言って半分ぐらいは諸費用なんですがね、重量税とかあと自賠責とかもろもろそういった諸費用なんですけれども、なるべくその安く仕上げたいということで、ユーザー車検というものがありますが、これまあユーザー車検自分で持ち込んでっていうこともありますし、あとユーザー車検の代行業というのもありますよね。新車で1回目の車検とか全然走ってないよっていう車でしたら、まあそれは当然安くは仕上がりますよ。ただ点検というのはですね、でも実際にその後からは絶対しなきゃいけないものですし、そういった消耗部品っていうのは絶対出てきます。とするとですよ、結局ユーザー代行車検で、まあ、車検を取ったとしても、後からまたディーラーとかあと整備工場で修理するということになるんでしたら、じゃあ最初からそのディーラーとか民間の整備工場とかで、見てもらった方がですね、点検の中にその工賃っていうのも含まれる場合がありますので、まあ、そう考えると最初から車検をお願いするっていうのは逆にですね、安心とあとは価格的にも安くなるということもありますので、まあ、人それぞれ考えがあるとは思いますが、そこら辺のバランスを考えていただければなと思います。でも僕が思うのはですね、車のメンテナンスに特化した考えでいきますと、まず信頼できるメカニックさんを見つけて、その方に頼るというのが一番いいかもしれません。まあ逆の買い方ですよね。例えば新車から行くとすれば、好きな新車を買いに行くっていうところからではなく、自分の信頼できるメカニックさんにまず相談をして、購入から最後までそのメカニックさんに頼ると。そうするとですね、まあ何かあった時にすぐ連絡もできますし、特に昔からやってるような整備工場とか、あと板金屋さんですとかね、そういったところなんかは家族経営でやってる方が割と多かったりしますので、ちょっとした時に、すぐ事故対応ですとか、車のトラブルがあった時には気軽に連絡できるとか、まあそういったメリットもありますよね。ということで、メカニックさんをまず見つけて、車を買ってから廃車にするまで、ずっと見てもらえればですね、その人の車の履歴がわかるじゃないですか。前回ここ修理したんで、これに関連するところか、そうではないところかとか、ちょうどお医者さんのかかりつけ医のような存在になってくれているので、安心して車を預けれるなと思います。今民間の整備工場さんの例を出しましたけども、まあディーラーさんも同じで、いつも見てもらってる整備士さんとか、まあそういう方に頼るのが後々、いいのかなと思います。本日はディーラー車検と整備工場、そしてユーザー車検についてのお話でした。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。